はい、こんにちは、なつさんです。今日は Unity の URP、2020.3.17 ですね、最新の LTS で URP のポストプロセスボリュームについてざっと解説していくという動画を撮っていきます。はい、で、ポストフィクトそもそも何なんですかという、ことを軽く解説するのですが、まあ、ポストフィクトというのは、描画の最後にですね、こうゲームの画面をこう描画していくのに対して、まあ、モデルを描画したりとか、まあ、こう色を決めたりみたいな、そういう工程がもう 何段階もあるんですけど、それの最後の最後に画像に対して効果をかけるというものになっています。例えばフォトショップで言うと、色相をいじったりとかサイドをいじったりとかっていう、まあ、画像に対する処理効果っていうものがあると思うんですが、あれと同じと考えてもらって大丈夫です。で、今回は、一応全部の効果を解説しようと思うんですが、その中でも、まあ、自分が特に、おすすめしたいなと思っている効果についてまず3つ取り上げてから、それをある程度詳しくやった後に、次にですね、アルファベット順で、上から順にポストエフェクトについて紹介していくという動画を撮っていきたいと思います。はい、最終的にはですね、Unity のデフォルトの画面から、こんな感じの画面をですね、作っていくっていうところまで、ポストエフェクトだけで完結できるようになります。この状態からこうですね。それではですね、まず下準備としてポストエフェクトを使うための、準備というか設定みたいなものが実は必要になっています。今 URP のプロジェクトを作成して、そのまんまの状態になっているんですが、このサンプルシーンでは、基本的にこうポストエフェクトも使えるようになってるんですね。で、まずポストエフェクト、URP のポストエフェクトを使うためには、まずこのポストプロセスボリュームというのを、まあ、シーンのヒエラルキー上に配置して、そこにサンプルシーン、プロファイルですね、ポストプロセス用のプロファイルを設定する。ポストプロセスボリュームの見方なんですが、まずボリュームというコンポーネントがついていて、そこにポストプロセス用のプロファイルがセットされています。セットされていない、まあ、そもそもポストプロセスボリュームがないよっていう方は、まあ、ここでヒエラルキー上でクリエイトグローバリーボリュームと押してもらえればボリューム付きのゲームオブジェクトが生成されるので、ここで、サンプルシーンプロファイル、プロファイルを参照する、あるいは、プロジェクト上ない場合はここで入手して新しく作成してください。そして、メインカメラに対してポストプロセッシングというこのチェックマークですねのオンオフをオンにしてあげるっていうことを2つやってあげる必要があります。さらに、特定のポストエフェクトに対して、必要な設定というものがありまして、ユニバーサルレンダーパイプラインアセットの、クオリティにある HDR です。ハイダイナミックレンジのオンオフをオンにしてあげる必要があります。はい。この3点だけちょっとやってもらってから、ポストプロセスボリュームの解説に行きたいと思います。今回はサンプルシンプルファイルをそのまま使っていきます。はい。それでは、まず最初に紹介しておきたいおすすめのポストプロセス、効果、ポストエフェクトについて、3つ紹介していきます。1つ目はですね、実はその3つというのはもうサンプルシンプルファイルにセットされている3つなんですが、それを順に紹介していきます。はい。まず1つ目ですね、トーンマッピングです。まず、ノーンの状態がこの状態、効果を適用してない状態がこの状態で、2つ選択肢がありまして、ニュートラル、そして、エイシーズという設定項目があります。これ、どう違うのかってことなんですが、まあ、ざっくりこう、コントラストが変わってるのがわかると思うんですけれども、まあ、簡単に言うと、明るいところをより明るく見せるために、全体的なこの階調をこうギュッと圧縮してあげるという感じになってます。なんとなくこう全体的な画面全体の色味を整えてくれるものだと思ってもらえれば大丈夫です。ニュートラルだと、全体的に柔らかい印象になるし、エイシーズだとよりメリハリのついた効果になると思います。はい。では次ですね。
次は、ブルームです。ブルームというのは、先ほどオンにした、まあ、ハイダイナミックレンジという、まあ、白より明るい色というものを、ゲームの中で扱えるのですが、その白より明るい色をよりこう散らすためにこうぼかして表現するといった、こう使われ方をすることが多いです。厳密にはこのスレッショルドという式位置より明るい色をインテンシティの値分こう散らしてこう光がね散乱しているような表現をすることができます。オンオフすると、ヘルメットの光が当たっている部分やこっちの方ですね、この柱の明るい部分が光がこう散乱しているような表現になっているってことがわかると思います。はい、次ですね、次ビネットです。ビネットは、画面の端を暗くしていくっていうエフェクトになります。こんな感じですね。結構インスタグラムというか、まあ、画像を簡単に編集してくれるようなアプリでもね、こういった効果、よく使われてるんですが、画面端を暗くしていくことで、例えば画面の中央に対して意識を向けたりとか、ですね、画面端を暗くすることで、画面の立体感を出すということができます。はい、この3つは、とりあえずつけておいてもいいっていうぐらいに、結構使えるポストプロセスなのでよろしければね、取り入れてみてください。はい、それでは次アルファベット順で、このポストプロセスボリュームですね、ざっと紹介していきます。現時点で提供されているポストプロセスボリュームの機能としては17個あるようです。はい、そして、じゃあ上から順に紹介していきます。ブルームをやったのでチャンネルミキサーからですね。チャンネルミキサーは、こういった、RGB、赤、緑、青という色に対して画面の色味ですね、をこう調節することができるという機能になっています。次が色周差、クロマティックアベレーションです。これは、カメラとか使ってると、まあ、レンズの端っこの方の、に対して、まあ、赤、緑、青という、まあ、光のこう、まあ、大まかなパターンの色があるんですが、まあ、それの波長のこう差によってですね、画像がずれるっていう効果になっています。結構ね、レンズを通して見た世界を演出したりとか、っていう時に使えるのかなと思います。はい、次ですね。次はカラーアジャストメントです。これはもう、Photoshop でいう輝度コントラストと全く同じで、こうやって輝度を上げたり、コントラストを高めたり弱めたりといった効果ができるようになっています。色相もね、こうやって変えたり、再度落としたりといったことができます。はい、次です。カラーカーブスですね。これは、マスター、レッド、グリーン、ブルー、その他もろもろといったものがあるんですが、まあ、それぞれのマスターだったり、レッド、赤っていう色に対して、まあ、マスター全体なんですが、こうオーバーライドしてあげることで、こんな感じでね、トーンカーブみたいなものを描くことで、画面全体の色味を調整することができます。このグラフをね、反転させてあげれば、なんかネガ反転のような、ね、作りも可能になっています。次ですね、次はカラールックアップです。カラールックアップっていうのは LUT、ラットテクスチャー、カラールックアップ、ルックアップテーブルテクスチャーといった、特殊なテクスチャーを読み込むことでこんな感じで、機能することができます。まあ、どういうことをやってるかっていうと、もうこのデフォルトの色味というものを、その LUT テクスチャーというものにするんですよね。まあ、何もいじってない LUT テクスチャーですよと。で、それを、まあ、Photoshop とかに読み込んで、まあ、色をいじったりとか、画像的な処理をかけるんですね。で、そこに、ラットテクスチャーにも同様の効果をかけると。ということで、こういった、ちょっと、こんな感じでね、横長で、いろんな色がこう、ダーって乗ってるような、テクスチャー、特殊なテクスチャーなんですが、それに対して同じような効果をかけることで、その色味に対してこういう同じような効果をかけてくださいねといった効果になっています。まあ、これは
例えばアーティストの方とかデザイナーの方とか、Unity をこうあんまり触ったことがない人でも、直感的に色をいじれることができるので、そういった場面で使われたりとか、あと映像系とかだったり、色味をね、統一したりとかっていう時に使われたりします。次ですね。次は Depth of Field です。これは、シーン内の深度を使って画面をぼかしたりすることができるんですね。今ちょっとガウシアンを使ってるんですが、こんな感じで今、スタートが2、エンドが4、マックスラディウスを結構上げてみたんですが、結構近い方はピントがあって、遠い方はボケるといった効果ですね。で、よりちょっと負荷が高いのかな、ボケって合ってるのかなといった効果もあるんですが、これはよりこうカメラの、ぼかしに近いような効果をかけることができます。そうですね、一眼レフとか結構触ってる方ならわかるかなと思うんですが、こう被写体までの距離と、焦点距離や絞りといったものですねをいじってあげることで、画面に対して他のものに対して結構ぼかしといった効果をかけることができます。Depth of Field とですね、クロマティックアベレーションとかをこう組み合わせてあげると、より、映像的なレンズを通したような、映像を作ることができるので、よりゲームの中でというよりはシネマティックな演出に使えることができることが多いです。はい、次ですね。はい、次、フィルムグレインです。こういった感じでインテンシティを上げることで初めて機能するのですが、画面全体に対してフィルムのザラザラとした質感を与えることができます。このタイプもですね、ちっちゃいものから大きいものまで結構幅があって、こうプレイするとね、ザラザラっとした、画面が全体にノイズがかかっているのがわかると思います。結構アナログのね、アナログだったりレトロだったりっていう表現をしたいときにいいんじゃないでしょうか。次ですね。次はレンズディストーションです。これはレンズによるこう歪みですね。画面中央がこう膨らんで、端っこがこう縮んでいくような表現だったりとかですね。をシミュレーションしてあげることができます。ただこう気をつけなきゃいけないのは、こう画面端は結構繰り返されたりして、ちょっとピクセルがね、ちょっと汚い感じになってしまうので、そこだけちょっと注意しましょう。はい、次ですね。次はリフトガンマゲインです。これは、画面全体のこう暗い部分、中間部分、明るい部分といったところで、色相をですね、こう自由に入れ替えたり、こうずらしたりといったことができるようになるっていう、ポストエフェクトになっています。はい、次ですね。次はモーションブラーです。モーションブラーは実行してカメラを動かしてみないとわかんないんですが、はい、こんな感じでカメラを動かしたときに、画像がね、こうブレるよっていうものになっています。オブジェクトを動かしても、例えばですね、オブジェクトを動かしてもこうブレるっていうわけではないので、そこはちょっと気をつけてください。はい、次ですね。次はパニーニプロジェクションなんですが、これは、FOV が高いときにですね、画面が歪んでしまったような表現に こんな感じでなるんですが、まあ、それをこういい感じに画面のですね中央を拡大して、なんとかしようって やってくれるポストエフェクトになっています。はい、結構特殊な状況かな。FOV をこうかなり高くして使うって結構特殊な状況かなと思うんで、そういった時には有効かもしれません。僕は使ったことありません。はい、次ですね。次は、シャドウスミッドトーンズハイライトっていうことで、さっきのですねこのリフトガンマゲイン結構似てるのかなと思うんですけれども、暗いところ真ん中ハイライトの部分っていったところに対して、まあ、色相をずらすといった効果ですね、が自由自在にできるようになるっていう感じです。なんか
このリフトガンマ原因よりもなんかこう厳密にどんぐらいブレンドするかとか決められるといったものになってるんじゃないかなと思います。はいはい、次ですね、次はスプリットトーニングです。さっきのよりもこう結構簡単に、暗いとこ明るいところとざっくり分けてそれぞれに対して、色をこう掛け算してあげるような感じですね。灰色が基準になっているのでこんな感じで暗いとこはちょっと赤みを増して明るいとこは青くするみたいな表現が可能になってます。はい、次で最後ですね、ホワイトバランスです。これはもうまんまホワイトバランスなんですが、まあ、色温度とかティントを変えることで、画面全体のね色味っていったものを、変化させることができます。はい、といったところでね、ポストプロセスについて解説してみました。ポストエフェクトだけでもね、このデフォルトの絵作りからこれだけ変化させることができるんですよね。これは単純に、絵作りといった面で、使えるものでもありますし、ゲームの機能として例えばこう毒を食らってる時にもう画面をぐちゃぐちゃにしたいとか、ダメージを食らった時に、ビネットとかを使って、画面端を赤くしたいとか、そういった表現にも使用することができます。そういったね、UX の向上のためにも、使えるものにもなってますので、絵作りをもっと良くしたいとか、よりプレイヤーに対して応答性を高める、納得感を高めるといった意味でもポストエフェクトを、使うことができるので、ぜひこれをね機械に触ったことがないよという方は、一度ね、こんな感じで全部触ってみて、遊んでみてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。はい、それではお疲れ様でした。